はい、どうも、こんにちは、ティーバスターです。今回はですね、カスタムゲームの中の、観戦モードっていうものをやってます。このプレイヤーたち9人今いるんですけど、全然知らないノラさんたちが、カスタムゲームを楽しんでるとこを観戦できるっていうモードですね。で、まあ、許可なく勝手に撮影してるんですけど、これ、意外と上手い人がいたりとかして、敵と味方の、両方の視点から戦場が見れるっていう、まあ、そのテロ犯ってかね、テロリストと、オペレ、なんて言うんだろう、まあ、特殊部隊か、まあ、どっちも特殊部隊なんだけど、特殊部隊の攻防戦が両方の視点で見れるっていうモードですね。すごい画期的なモードなんで、ちょっと今回、まあ、試合を観戦しがてら紹介したいなと思います。結構面白いです。見てるだけでも本当に面白い。暇つぶしになりますね、めちゃくちゃ。で、ちょうど4対4ですね。ブルーチーム VS オレンジチームですね。マップがオレゴンのエリア確保。まあ、エリア確保の方が無難かなと思いますね。こういう試合は。カスタムマッチは。それで、このモードのすご攻いと撃ころ側はが、バイオハザード物質を発見しな視け点ればがならな自い。分で変えられるんですよ。こうちょっと操作がめんどくさいとか、ちょっと難しいところもあるんですけど、こう自分で視点を変えれるんですよね。で、4段階から5段階、ここが地下。今、オレンジチームが防衛してますね。地下1階、2階、3階みたいな。3階はないか。まあ、こんな感じで見られたりとか、あと L2 で攻撃側のドローンが容器を見つけた。地下で攻防してますけどね、こう残りズ10ーム秒。とかもできるみたいな感じです。今あと6秒間残防り5衛し秒。てますね。それにチームが防衛拠点を強化してバイオハザード物質は攻撃側が発見した。判明した場所に向かえ。で、 R1 とかでバックボタン、じゃあごめん、 R1 とかで三角ボタンを押すと、その人の視点になれたりもします。これが攻撃側です。青色が攻撃側。下の廃棄場かな、そこから入ろうとしてますね。まあ、全体的に見るとこんな感じです。4人が入ってこようとしてます、今。そしてショックドローンもいる。ちょっとミュートが、ミュートを置いて、これがミュートの視点です。あ、オレンジチームからは青色チームは見えてないですよ、もちろん。さあ、こっちのショックドローンを壊せるか。まあ、こんな感じで攻防見れるって感じです。青チームはもう4人固まって一気に制圧しようっていう魂胆ですね。オレンジチームは階段を、ね、上の1階から来るんじゃないかっていうのを2人張りつつ、ミュートを適当にこっちを防御してますね。ミュートの状況が。さあ、激しい打ち合いをしてますね。フラッシュバンを投げた。 なんか俺こういうの下手なんだよな。 まあこういうの、お、1枚抜いてった、うまい。お、バックは穴開けるぞ、ここに。これが攻撃側の視点、バック。さあ、なんか投擲された。フラッシュ投擲。すごいいい位置にいるな。おっと、ちょっと壁抜攻けして撃く。側オペレーターはあと1人。そしてミュートも殺していくと。さあ、あとはツイッチだけだ。ツイッチ何やってんのかな。C4 セット。さあ、抜けるか。右に敵がいるが。ああ、うま攻い。撃側は排除された。 壁から抜いてくる。あのドックうまかったね。1人も上から裏取ってたね。うまいね。オレンジチームうまい、守り方が。まあ、こんな感じで観戦できるって。俺の実況置いといてね、下手だから。置いといても、こんな感じで、ちょっと CG 疲れたなとかっていう時に、こう8人とか10人とかいるとこの観戦部屋を、このカスタマイズ、まあ、自分も参加できるんですけどね。これを観戦すると結構面白いです。意外とテレビ番組見てるとかよりも面白い。 普通にスポーツ見てる感覚で見れるんで、すごい楽しいです。
俺だったらこうやってやるのになとか、あこの人うまいな、こういうやり方もあるのかとかっていうのが逐一見れる。攻撃側はバイオハザード物質の位置をつかまなければならない。ちょっとこれ何本選手か分かんないけど、無難に3本選手なのかな、ちょっと分かんないけど、とりあえず防衛が、あ守りにくいところだね。1回だね、すぐこの外から、このね外から入られちゃうところだね。ここは結構守りにくい。あといいのがバツボタンで監視カメラとかあれ違うか、そういうわけではないのか。まあでもいろいろ周りの構造とかもね、あの見れるんで、マップを覚えるのには本当に最適ですね。残り5秒。これがこのゲーム始めた頃じゃなかったんで、最近のアップデートでこのアップデートだったんで、もっと言うとリスガリしたい人は、あここがリスポンス点かって言って、ここにいればリスガリできるなーなんて小尺な手も考えられたりします。できますね、こういうね部屋の構造、地下とか1階2階、ここは3階もあるのかな、ちょっとだけね、こういう構造が全部丸裸に分かれますね。じゃあ感染していきますか。標的を発見、切っていった。ちゃんとバリケードを展開中、グレネードを防いでるからね、素晴らしい。敵来てる間に入ったね、もうエントリーしたね。これなんだっけ、サッチャーか、サッチャーを筆頭にここをエントリーしてったのかな。ドローン準備完了。あーすごいすごい、これはいい感じに囲んだぞ。おっ、キルしてった、外からキルしてる、ナイス。相打ちだね、お互い一人ずつだね、賭けだね今。相打ち、おなかなかにうまいぞ、うまいうまいうまい、頑張ってる。さあここのちょっとラン攻防見てみますか。あれ視点が変わんない、あれなんで家が視点になっちゃうんだ。この子の視点になりたいんだけど、あれなんかバグかな、なんか毎回家が視点になっちゃうのはなんでだろう、これおかしいな。サッチャーのね視点になりたいんだけどね、なんかなぜか毎回家がの視点になっちゃうわ。まあいいわ、ちょっとじゃあこのでかい画面で見ておこうか。 EMP を投げる。完全にこのサッチャーがねもうヘイト集めてるから、もう裏ガバガバだよこれ。あ、うまい、サッチャー動きほんといいっていうのが分かるんですよね。片方がヘイト集めて、片方が進行してる。ここ抜くんじゃないかな、ナイスカット、うまい、めちゃくちゃうまい動きが。さあ3対2、コミュニティ有利に変わったぞ。防衛側は残り1人、おー抜いてく、うまい。攻撃側がバイオハザード物質を確保中。さあうまい、防衛側が制圧された。すごいね、攻撃側オレンジチームめちゃくちゃうまいね、動きが、連携取れてる感が半端ない、素晴らしい。1人がヘイト集めて、あと2人が裏取りっていうのを常にやってる感じがするね。うまい、めちゃくちゃうまい。さあこれが最終マッチかな、3ポイント選手かもしくは4ポイント選手、どっちかかな。とりあえずがぜんオレンジチームが優勢だね。おとりを置いてからのメインっていう。攻撃側はバイオハザード物質を発見しなければならない。さあどこだ、また地下だ、地下だ地下だ。ここはまあ上から見るとね、このちょうど真上に木のちょっと色が変わってるこの先端とかあるんか、あそこが穴開けたりとかしてよく、塞いだね、キャッスルが今塞いでるとこだね、あそこは塞いだ方がいいかな、結構ね、あそこから穴開けられると結構苦しくなったな、防衛は。残り10秒、階段にはもうね有刺鉄線をめちゃくちゃ多くて侵入しづらくするっていう、素晴らしい。バイオハザード物質の位置は不明、攻撃側はバイオハザード物質を見つけて確保しよう。あーっと青チーム同じように来るか、
ドローンで見てるが、カプカンがいるのそこは。おお、さあどうする。これがカプカンゲーム。さあ3対1だ。お、C4。 さあどうなる。 C4 には気づいたかな。そこに貼ってあるけど、まだ EMP グレード貼ってあるグレード。1枚どこにいるんだろう。1枚はあーっと見逃してしまった。わ、2人カットするかな。2人カットしてくかな。うまい。そしておーし、ブルーチームは蘇生したね。あと1枚どこにいるんだろう。あ、いた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 、階段から来てた。ただそこはおっと、俺にチームカットしてく。2対1の状況必ず作ってるね、すごい。で、俺にチームもう1人いないぞ。どこだ。3対2のはずだけど、あ、いた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 。フラググレネードを投げる。キャッスルはどこで貼ってんだろう、この人。どこで張ってんだこの人。あ、いたいたいた。攻撃側オペレーターはあと1人。攻撃側がやられた。強すぎるでしょ。これはガチ勢すぎるわ。てか俺の操作がまだ不慣れだから、ちょっといいとこを、ね、全然見せられなかったけどね。あ、やっぱラウンド4まであるね。4ポイント選手かな。いやーすごい、オレンジチーム強い。画前優勢。一人がね、やっぱおとりってか、とつるというか、なんて張って、あと二人でも挟み込むみたいな、来たところ。打ち漏らしを二人で挟み込んで、優勢をね、取っていく、優位性を取っていくっていう作戦ってか、そういう風になってんだろうね、おのずと。もしかしたら VC で言ってるかもしれないけど、うまい。攻撃側はバイオハザード物質を探せ。勉強になるな。すごく勉強になる。ハザード物質はどこかな。ここは2階か。ここもね、変な構造してるからね。こういういろいろ屋根も高低差がある構造してるから、いろんなとこから得られるんだよね、このマップはね。オレゴ標的の位置を特定。攻撃側のドローンがバイオハザード物質を発見。お、ドローンが発見した。いっぱい。突入まで10秒。あと5秒。攻撃側がバイオハザード物質を発見。判明した場所に向かえ。あー、そうかそうか。あっと、ごめんね、操作がまだね、下手くそだから、ちょっとうまいこと見れてないかもしれないけど、全然見れてないけど。さあオレンジチームはどうやっていくのかな。リスポンチ君から屋根上がってるね。屋根上がって屋根上がってる。1人2人屋根上がってくのかな。えっ、あー、ごめん、見逃しちゃった。またなぜかなんか2人吹っ飛んでるね。ニトロで吹っ飛んでる。見逃しちゃった、ごめんよ。お、また C4 張ってる。ルーク、そこに C4 あるぞ。おお、逆襲だ。キューソン猫を噛む。ブルーチームの逆襲。おー、うまい。こんな感じです。お、ワンカットしていく。あいつの上見てる。カルスだ。おー、うまい。一本返したね、ブルーチーム。C4 祭りだ。まあ、ここはね、なかなかやっぱエントリーが大事だね。そしてブルーチームに新たな参加者が。さあこれちょっと面白くなってきたね。オレンジチームが優勢だったけど、ブルーチーム1人加わる。このシージ1人かけた時のね、1人かけるだけでもかなり違ってくるから、戦力差が。この1人は結構大きいと思う。4対5。ただ実力的にはオレンジの方が強いかなって感じだね、攻め方見てると。これは結構面白そう。1人
して防衛がオレンジ、今度攻めがブルーチームって感じです。1対3ガゼンオレンジチーム優勢。あ、俺の実況気にしないでねあの画面だけ楽しんでもらえればいいですこれを打速って、ね、攻撃側はバイオハザード物質の位置を掴まなければならない。さあどこだ、おっとオレンジチームはさらにハンデやるよっていう感じで一人ぶち殺したな今。さらにガゼンブルー優勢。防衛側オペレーターが最後の一人だ。あっとなんだ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 、タチャンカが暴れとるぞ。え、なんだこれ、除外されました。なんかタチャンカのマシンガンがずっと出ている。攻撃側のドローンがバイオハザード物質を発見。おっとなんだこれは、なんだ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 、何が起こった今。あと5秒。ラジュートは一人でも頑張る。攻撃側がバイオハザード物質を発見。どうなってんだこれ、左のマシンガンマシンガンが止まってないけどダメージ判定はない。なんだなんだこれは、おいどうなってんだこのバグ。もうミュートしてんでた。ノーか、 DF モードだ、 DF モードいけるか。一旦下がって、おなぜかブルーチームを一人殺してく。ミュートだと HP1 か2ぐらいしかないぞ。おカット、ワンカット、ただ1バレた、これで1バレたぞ。攻撃側が妨害した。攻撃側が容器を確保中。これ誰かオレンジチーム入ってあげないと。よし、じゃあ俺が入ってあげよう。いや今間に合わねえか。あれあれ感染モードどうやって終えるのこれ。あ、オレンジチーム3人いる3人いる3人いる。いやじゃあこのまま見ていこう。3対5だね。3対5何だったんだろうね、バグかなんかだろうね多分今のは。いやー面白くなってまいりましたバグいい仕事したねあれは2対3。ゲームカウント的にはオレンジが優勢だけど、おっとブルーチーム1人離れた。4対3。攻撃側はバイオハザード物質の位置を掴まなければならない。まあ、本当はノラ入り混じってるもんじゃないからね。10人とか8人フレンドさん集めてフレンドで楽しむみたいなもんだから、まあノラとかいるとまあこういうことになっちゃうよね。まあそこも楽しいかもしれないけどね。あ、オレンジで1人参加したね。あ、カツが合わないからオレンジ行くよみたいな感じかな、もしかして。ただ間に合わないっていうね。この試合は3対4だね。今度攻めがオレンジ、よっとまたか、ハンデなんていらねえっていう感じで3対3にしてく5秒前。何なんだ何だ、カオス。こいつらの素性が分かんねえな。攻撃側がバイオハザード物質を発見、移動して容器を確保しろ。楽しんでんのかな、まあ、ハンデなんていらない税的なのか、お前のらだからいらない税的なのか。さあリス狩りしてくが、リスポンは全然違うリス狩りしようとしてるがリスポンは正反対、そのうちにバイオハザード物質が危険ださあうまいオレンジチームは、あ、一人が挟んでく感じだ。一人は廃棄場だね、廃棄場から地下から回ってって、二人は1階からかな、エントリーは。防衛は1階が2人、地下1人だね、まあ、毒は感づいたね、完全にアッシュに感づいてるね。ここのじゃあ攻防見てみようか。アッシュ、あれ毒視点になっちゃった、またなんか、あ、この視点は防衛側の視点しか見れない感じか、もしかしたら。あれ左のアッシュ死んでたわ。いやアッシュ死んでないわ、違うとこでドンパチあったのか。ショックドローン、ショックドローンだ。オレンジは1階から1人、地下1人だね。防衛チームはどこだ、1
階に1人、地下に1人、まあ同じような状況で、ね、防衛側は残り1人。おお。これは攻めのオレンジが優勢だ。全然苦戦合ってなかった、ごめん。防衛側が制圧された。あ、もう俺が把握できてなかったわ。まあこれで終わりかな。結局オレンジがね、実力のオレンジが勝ったね。ってな感じで、結構楽しめます。すごいね、面白い、見てるだけで。勝手に入れるんでね、こういうのは。勝手にってか、この勝手に放送していいのか分かんないけど、まあなかなかに楽しいモードなんで、 CG 持ってる人ぜひぜひ。俺ならこうするのになとか、あ、うまいなとか思うんで、よかったらぜひぜひ観戦モード、カスタムマッチの観戦モードです。ぜひぜひ見てください。ではでは、バイバイ。